皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。月末に迫ったハロウィン。外にはハロウィンデコレーションが溢れ、この季節には多くの芸能人たちが SNS でコスプレ写真を披露する。そこで今回は10から30代の女性100人に、ハロウィンコスプレが見たいイケメンについて聞いてみた。第3位、9.0%は、へえ。 生、ジャンプの山田涼介。山田は、2019年の主演ドラマ、セミ男、テレビ朝日系、で、頭に王冠を乗せた王子様スタイルのコスプレを披露。ファンからは、リアル王子、と絶賛されていた。山田はドラマや映画で漫画実写の主人公を演じる機会も多く、二次元的なビジュアルに定評がある。 公開中の安藤桜主演映画、バッドランズバッドランズでは、安藤の弟役で初共演。2024年1月には主演映画、サイレントラブで浜辺美波とラブストーリーを演じることも話題だ。綺麗だからバンパイアが似合いそう。21歳、女性、学生、フリーター。ゾンビのようなメイクをしてほしい。 まだ可愛さを出しているところがあるので、全面オラオラ系にした感じが見てみたい。18歳、女性、学生、フリーター。猫とか可愛いコスプレが似合いそう。30歳、女性、コンピュータ関連技術職。コスプレのイメージがあり、一番想像できた。22歳、女性、学生、フリーター。単純に顔が好き。 いろんな格好を着こなしてほしい。29歳、女性、学生、フリーター。第2位、10.0%は、セクシーゾーンの菊池風魔。菊池は、柔軟剤 CM での殿様キャラのイメージが強烈だった。菊池は今年ごとシーズン連ドラ出演が続いており、10月期にはドラマ、税庁、払えない、庭訳がある。 日本テレビ系で地上波ゴールデンプライム対連続ドラマ初主演を果たした。CM でお殿様の格好をしているイメージが強いので面白いコスプレでも似合いそう。38歳、女性、事務職。キャラになりきり徹底的にやってくれそう。31歳、女性、弁護士。ディズニーの衣装を着た可愛い姿を見たい。 30歳、女性。見た目が良いし、キャラクターのコスプレなどが似合いそう。33歳、女性。営業、販売。かっこいいが気さくな雰囲気もあるので見てみたい。38歳、女性、主婦。そして第1位、13.0%は、スノーマンのメグロレン。メグロは7月期に主演したドラマ、トリリオンゲーム。 TBSK の劇中でビジネスに勝ち抜くためホストクラブにホストとして潜入したり、鉢巻を巻いて両手にサイリウムを持ったアイドルオタクになりすましてキレキレ全力でのオタゲーを披露するなどいろいろな姿を見せてファンを喜ばせた。可愛いい着ぐるみ姿を見てみたい。34歳女性、総務、人事、事務。ドラキュラとか似合いそう。 30歳、女性、総務、人事、事務。白いお化けとか可愛らしいものが見たい。39歳、女性、主婦。サラリーマンのコスプレをしてほしい。38歳、女性、主婦。かっこいいからどんなコスプレを選ぶのか楽しみ。39歳、女性、主婦。普段クールだから見てみたい。38歳、女性。 どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。